フォルクマールゼンは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、バルデック・フランケンベルク軍に属す小都市である。フォルクマールゼンは、北ヘッセン、カッセルの西北西、約28キロメートルのバルデック盆地の北端に位置し、ディーメル川の谷へ向かう、緩やかな斜面に位置している。ハービヒツバルト自然公園は、本市の東にある。フォルクマルゼンの市内を通り、あるいは地域に接して、 西部をディーメル側の支流ツビステ川が流れている。中核宿の南西を流れるバッター川、北を流れるバンデ川、東を流れるエルペ川は、ツビステ川に注ぐ。9本の小川がツビステ川を経由してディーメル川に、合流する前に地域を流れる。ツビステ川から分岐し、防衛施設の一部として、四壁前を流れる運河が、旧市街西部をミューレングラーベンとして現存している。 フォルクマールゼンは、北は、バールブルク、東は、ブロイナと、ボルフハーゲン、南と、西は、バート・アーロルゼン、北西は、ディーメルシュタットと境を接している。本市には、名前の由来となった、中核宿であるフォルクマールゼンのほか、エイリンゲン、ヘルプゼン、ヘルレ、キュルテ及び、自然文化財ホレンカンマーを含むリュッタースハイム。1803年頃のフォルクマールゼンの町としろ。 ホルクマールゼンワ1155年のコルバイ修道院の10分の1税リストに初めて記録されている。教皇グレゴリウス9世の保護上にホルクマールゼンワ1232年に初めて都市として記述されている。コルバイ修道院は1304年にこの町の半分とクーゲルスブルクをケルン大司教にシ入した。残り半分は1440年に 後継者によって仕入れされた。1507年から首と、城は、ベストファーレン公領の所属となり、その後、コルバイ修道院はその権利を取り戻した。1802年にヘッセン・ダルムシュタット法博は、ベストファーレン公領を占領した。ヘッセン・ダルムシュタット法博とヘッセン・カッセル法博は、この町の所有をめぐって対立し、ほとんど両軍の武力衝突にまで発展した。 同時期にオラニエナッサオケの皇太子は、本市に対する請求を唱えた。はじめは、ヘッセン・ダルムシュタット・ホーハクは、占領を続けたが、1806年までに、常実の皇太子はこの町を手に入れた。しかしその1年後には、ナポレオンのベスト・ファーレン王国がこの町を獲得し、カントン・フォルクマールゼンの首輸となった。1814年のウィーン会議後にはプロイセンが、 この町を保持したが、1817年に、ヘッセン先帝港に条とした。1866年には、ヘッセン先帝港領がプロイセンによって並行された、ことに伴い、再び、プロイセン領となった。1929年4月1日に、バルデック自由州が、プロイセン州に並行され、かつてバルデックのヘルプゼン、ヘルレ、その他の集落がホルクマールゼンに編入された。 1945年からこの町はヘッセン州に所属している。ヘッセン州の地域再編に伴い、1972年にフォルクマールゼンはボルフハーゲン軍からバルデック軍に移され、1974年からバルデック・フランケンベルク軍に属した。この町は宗教改革中もその後もベストファーレン校領に所属したことで、フォルクマールゼンではカトリックが優勢なままで、 古田市教区に属した。フォルクマールゼン市長者フォルクマールゼンの市議会は31議席からなる。カッセラー通り6番地のドクトルボック邸にフォルクマールゼン郷土博物館があり、展示や歴史ワークショップが開催され、ラックブレンド、ゲーゲンダズフェアゲッセン EV のフォルクマールゼン及びその周辺地域のユダヤ人の生活に関する資料、情報センターとなっている。 フォルクマールゼン市内には、ゲオパークグレンズベルテのステーションが3つある。クーゲルスブルク、炭酸ンン線、ラレーケスベルクの採掘港がそれらである。フォルクマールゼンは、アウトバーン A44 号線及び鉄道コルバッハ、カッセル線に面している。1時間ごとにカッセルビルヘルムス平営駅行き及び、コルバッハ南駅行きのレギオナルエクスプレスが、運行している。 またコルバッハ、バールブルク、ブロイナ行きの路線バスも運行している。これらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。